AKB、 大林素子を AKB 総選挙第5位にリフトオフこれね気をつけてくださいよ、はい、無効になりますからラジオネームたけみセブンティーンの表紙に下田歌劇をリフトオフファッション的には間違ってないけどね、ジッパーとかね下田歌劇ファッション多いですからね大丈夫、タケミ私音楽がなかったら死んじゃうかも、常に身近にあるっていうかもう体の一部って感じとか言っちゃうクソブスの着信音に蝶野正弘の喘ぎ声を言うとグッジャムグッジョブって途中言いましたグッジョブそんな喘ぎ声なんですあげましょう、ラジオタケミオールスター感謝祭の赤坂5丁目ミニマラソンで全員がスタートした2分後に松竹の芸人だけ狙えとみっちり教育されたドーベルマン5匹リフトオフ、まあ、だいたい安田団長がトップで走ってますからね。そうですね。でそんなことするか松竹の芸人だけなんで狙われてんすか松竹あげよう大丈夫タケミ、受験勉強の合間にチンコを触ってまた勉強というリズムを作り勉強にテンポを出そうとしたのだが鉛筆チンコチンコ鉛筆チンコチンコ鉛筆チンコとチンコを触る回数が多くなってしまったので何かいい方法はないかと解決策を考えているとチンコに鉛筆をくくりつければ勉強もできるしチンコも触れる、これで一石二鳥じゃんと気づいたので早速チンコに鉛筆をくくりつけ勉強を始めたのだがとても書きにくかったのでこれじゃあがんじがらみだよという泣き言リフトオフ終わったじゃないね何言ってんの何ががんじがらみだよバカじゃないの何がたけみいつものように串カツ屋でチンコにソースを二度漬けしていたら店員さんからちょっとお客さん二度漬け禁止って書いてるでしょルールは守ってくださいよと注意されたのでいやチンコに関してはノータッチかいと気の利いたツッコミリフトあげよラストぐらいしましょうか、はい、ラジオのタケミ立派な寿司職人になるため日常生活で普段からチンコを握って修行していた俺だったがあまりにも真剣に取り組んでいたのでところ構わずチンコを握るという癖がついてしまった気がついたら今日は女湯で握っていたため俺のことを変態と勘違いしたバカ女がキャーこの変態という風に叫んできたのだがまあまあ落ち着いて今はただの変態かもしれませんでもお嬢さん10年ください10年あれば僕も立派な寿司職人になれますからとかっこいいセリフリフトオフすかさずその女がは知らねえよ警察呼ぶぞお前と言ってきたのでいいですねただ僕を警察に突き出す前に君の下びらめが見たいかなと小粋な寿司ジョークをかましたところこれ以降の記憶と同時に俺は結局豚箱へリフトオフ以上ラストぐらいにしましょうかラジオネームたけみ高橋克典と大沢たかおが2人でジェンガをやっているのだがお互い弾くときにフェイタスネスカフェという掛け声交互にリフト以上ですラジオネームたけみ日曜の昼下がりに何気なくアタック25を見ていた俺だったが、うん、クイズに正解した人の13番という一言で俺が刑務所にいた頃の記憶が一気に蘇る体の芯から身震いリフトを結構若い番号もありますね13番あげますというリズムを作り
勉強にテンポを出そうとしたのだが、鉛筆チンコチンコ鉛筆チンコチンコ鉛筆チンコとチンコを触る回数が多くなってしまったので、何かいい方法はないかと解決策を考えていると、チンコに鉛筆をくくりつければ勉強もできるしチンコも触れる、これで一石二鳥じゃんと気づいたので、早速チンコに鉛筆をくくりつけ勉強を始めたのだが、とても書きにくかったので、これじゃあがんじがらみだよという泣き言リフトオフ。本当だもんね。何言って何ががんじがらみだよ。バカだよ。大丈夫、タケミ。いつものように串カツ屋でチンコにソースを二度漬けしていたら、店員さんから、ちょっとお客さん、二度漬け禁止って書いてるでしょ？ルールは守ってくださいよ、と注意されたので、いや、チンコに関してはノータッチかい！と気の利いたツッコミリフト。あげよ。ラストぐらいしましょうか、はい、ラジオのタケミ。立派な寿司職人になるため日常生活で普段からチンコを握って修行していた俺だったが、あまりにも真剣に取り組んでいたので、ところ構わずチンコを握るという癖がついてしまった。気がついたら今日は女湯で握っていたため、俺のことを変態と勘違いしたバカ女が、キャーこの変態というふうに叫んできたのだが、まあまあ落ち着いて、今はただの変態かもしれません。でもお嬢さん、10年ください。10年あれば僕も立派な寿司職人になれますから、とかっこいいセリフリフトオフ。すかさずその女が、は？知らねえよ、警察呼ぶぞお前、と言ってきたので、いいですね。ただ僕を警察に突き出す前に、君の下びらめが見たいかな、と小粋な寿司ジョークをかましたところ、これ以降の記憶と同時に俺は結局豚箱へリフト。ラストぐらいにしましょうか。ラジオネームタケミ。高橋克典と大沢たかおが2人でジェンガをやっているのだが、お互い弾くときに、フェイタスネスカフェという掛け声交互にリフト。以上です。ラジオネームタケミ。日曜の昼下がりに何気なくアタック25を見ていた俺だったが、クイズに正解した人の13番という一言で、俺が刑務所にいた頃の記憶が一気に蘇る。体の芯から身震いリフト。結構若い番号もあります、ね。13番あげます。今言っちゃうクソブスの着信音に、蝶野正弘の喘ぎ声をリフトオフ。Good job。グッジョブって途中言いました。グッジョブ。そんな喘ぎ声なんで、あげましょう。ラジオタケミ。オールスター感謝祭の赤坂5丁目ミニマラソンで全員がスタートした2分後に、松竹の芸人だけ狙えとみっちり教育されたドーベルマン5匹リフト。まあ、だいたい安田団長がトップで走ってますからね。そうですね。なんでそんなことするんですか。松竹の芸人できたんで狙われてんすか、松竹。あげよう。大丈夫、タケミ。受験勉強の合間にチンコを触ってまた勉強というリズムを作り、勉強にテンポを出そうとしたのだが、鉛筆チンコチンコ鉛筆チンコチンコ鉛筆チンコとチンコを触る回数が多くなってしまったので、何かいい方法はないかと解決策を考えていると、チンコに鉛筆をくくりつければ勉強もできるしチンコも触れる、これで一石二鳥じゃんと気づいたので、早速チンコに鉛筆をくくりつけ勉強を始めたのだが、とても書きにくかったので、これじゃあがんじがらみだよという泣き言リフトオフ。本当だもんね。何言って。何ががんじがらみだよ。バカだよ。大丈夫、タケミ。いつものように串カツ屋でチンコにソースを二度漬けしていたら、店員さんから、ちょっとお客さん、
二度付け禁止って書いてるでしょ、ルールは守ってくださいよと注意されたので、いやチンコに関してはノータッチかいと気の利いたツッコミリフト。あげよう。ラストぐらいしましょうか、はい、ラジオのタケミ。立派な寿司職人になるため日常生活で普段からチンコを握って修行していた俺だったが、あまりにも真剣に取り組んでいたのでところ構わずチンコを握るという癖がついてしまった。気がついたら今日は女湯で握っていたため、俺のことを変態と勘違いしたバカ女がキャーこの変態というふうに叫んできたのだが、まあまあ落ち着いて、今はただの変態かもしれません。でもお嬢さん、10年10年ください、10年あれば僕も立派な寿司職人になれますから、とかっこいいセリフリフトオフ。すかさずその女がは知らねえよ、警察呼ぶぞお前と